白昼の銃撃戦は台湾の現地時間の昨日正午頃に始まった。劇作家の故梶原一騎士と台湾の有名タレントパイピンピンさんの娘パイシャオエンさんが誘拐され殺害された事件。有名人の娘という理由だけでピンピンさんの娘を誘拐、残虐な手口で殺害した事件の容疑者は逃走を続けていた。しかし昨日その3人の容疑者たちがついに追い詰められた。劇画作家の梶原一騎さんとここ台湾の大スター白ひょうひょうさんとの間に生まれた愛娘行燕さんを誘拐し無残に殺害した後逃走を続けていた容疑者グループ3人が昨日19日ここ台北市内に再び現れ、警察隊とおよそ5時間にわたって激しい銃撃戦を繰り広げました。そしてその結果主犯格であった林俊生容疑者が体に11発もの銃弾を受けて死亡したのです。今回の銃撃戦で射殺されたのはシャオエンさん誘拐殺害事件の主犯格とみられる男、林俊生容疑者37歳。台湾の治安を脅かす黒社会の一員とも言われ、残虐なシャオエンさん誘拐殺害事件のほか、今月8日にも台北市で会社経営者を誘拐、身代金日本円でおよそ1600万円を奪っていたことが発覚している。激しい銃撃戦の末11発の弾丸を体に受け死亡した林容疑者、身元の確認のために病院を訪れた父親は、对白第一对白冰冰金别通鬼了啊啊第一个对一件的小威啊打完专线的小威啊啊金别通鬼了我今晚不。そして銃撃戦で死傷した家族と訪れたピンピンさんは、そして銃撃戦で死傷した家族と訪れたピンピンさんは、像林春生这样他死得多狗熊啊，直到后来才用他几个烂器官要出来啊来做这个大体捐赠。那我想在逃的那几位啊，如果你们能够把握最后的机会，当狗熊最后里面的小英雄。台北市内のそれぞれの銀行にはご覧のように容疑者の手配のポスターが貼られています。実は今回の銃撃戦のきっかけとなったのが市内のある銀行の事件がきっかけだったんです。朝の10時ごろのことでした。まあ、市内には、まあ、いくつかの銀行があちこちにあります。どこかというのは現在のところ情報が入っていないんですが、その朝の時間帯ある一人の人物が日本円にして800万円を下ろしました。そこに林容疑者ら3人がその人に襲いかかったんです。まあ、その時お金を取ったかどうかは確認されてはおりません。しかしその直後容疑者たちはこの辺りに止めてあったバイクを盗んでこの場から逃走したということです。現金強奪に失敗した容疑者グループはすぐに現場から逃走した。その後容疑者たちはこの建物に逃げ込んできました。ここは実は警察の宿舎でご覧のようにまだ建設中で人は誰も入っていません。しかし大胆にも容疑者のグループはここを隠れ家にしていたようなんです。そしてこの6階の部屋まで登っていったということです。しかしここで逃げおおせたと思っていたのかもしれません。しかし実はここで工事をしていた関係者が午前10時半ごろ不審な人物がバイクから降りて誰もいないはずの建物の中に入っていったと警察に通報したんです。警察はすぐやってきました。しかしその時はまさか行燕さんが殺害された事件で、まあ、殺害したとされる容疑者グループであるという疑いを持っていなかったようなんです。警官は2人だけ、しかも6階まで登ると不用意にも部屋のドアを開けてしまったということです。すると容疑者グループが中から突然発砲してきました。そしてここで第一の銃撃戦が始まったんです。そして警官と容疑者たちがお互い撃ち合いながら容疑者は逃げようとしました。そして6階の部屋からなんとこのベランダを伝って下まで降りてきたというんです。そして盗んだバイクがまだこの辺りに置いていたということで、そのバイクに乗って容疑者2人はあちらの方向に
逃走したのです。容疑者たちはあのビルを出てくるとこの手前の道を一つのバイクに二人乗りになってずっとこの賑やかな繁華街の方へと走ってきました。そしてちょうどこの交差点のこの辺りでどうやら転倒した模様です。そこで、逃げ切れないと思ったのか第二の銃撃戦が始まりました。警察官もこの時になるとかなりの人数駆けつけてきたということです。そして容疑者グループはどうやらこの辺りにいたようなんです。そして止めてあった車の陰に隠れながら警察官に向かって発砲を続けました。そして実はその時あのビルからお金をいくらか持ってきていたようです。赤いビニール袋に入れたお金なんですがそれを車の車体の下に隠し発砲を続けました。そしてこの時不幸にも警察官1人が死亡そして3人が重軽傷を負うという事態になったんです。そして主犯格である林容疑者はここから向こうの方に走って逃げていきました。そして残る1人江容疑者と見られるんですが江容疑者はまた再びこういった 50cc のバイクを盗んでそしてこの場から逃走したと見られているんです。銃弾の跡とあそこにあそうここ大きなほら大きな穴が開いてますね、でここがもう全部粉々になってます。そしてここが一箇所とあと他には警察はね、警察はここでバーンと撃って、で犯人はどこにいたんですか。向こう、向こうにいて違う違うこっちにいてここの辺にいた、この一輪、ここで一人、こっから撃った、じゃああの後っていうのは容疑者が撃った多分。ああそう。林容疑者はずっと走り続けながら途中路地を通り抜けたりまたビルの中に入り込んだりして逃げ続けたようです。そしてまた再びこの賑やかな通りに出てきました。そしてずっとこのように走り続けていたわけなんですがちょうどここに小さな路地があります。ここに入っていったということです。ここはビルの谷間となっておりまして、人も、普段はほとんどいませんね。そして薄暗い感じがします。ここに入ってきてそして第3の銃撃戦となったわけです。ここで激しい打ち合いがありました。植木が倒れていたりかなり物が散乱しています。そして実は林容疑者はここで頭に銃弾を浴びて倒れたのです。ちょうど倒れた位置がこのモップがありますけれどこの位置になります。頭をこちら側そして足を向こう側にして横たわりました。そしてこの頭の方からはかなり血が出ていたということです。そして、ほとんど即死だったと思われるんですが実は体には11発もの銃弾が撃ち込まれていたということです。一方陳容疑者はマンションに逃げ込んだが通報で駆けつけた警官と打ち合いになり警官1人を射殺3人に負傷を負わせさらに逃走を続けている。全面戒备的状态。シャオエンさん誘拐殺害事件が起きたのは今年4月。当時17歳高校2年生のシャオエンさんが下校途中に何者かに連れ去られ身代金500万ドル日本円にしておよそ6億2500万円が母親で台湾の有名タレントパイピンピンさんに要求された。そしてさらにシャオエンさんの指を切断して送りつけるなどして脅迫を続けたのである。但是白小燕是一张白纸，她只是一个小孩子，妈救白小燕。しかし犯人たちはシャオエンさんに暴行を加えて殺害。遺体は4月28日、自宅近くの下水溝から発見された。小燕は半分の日本人です。ごめんなさい。我々も心からご冥福をお祈りしております。この事件では7人の犯人グループのうち4人が逮捕1人が射殺されたが未だ2人が逃走を続けている。事件の解決はいつになるのか。マナ娘を奪われたパイピン